はい、ということで今日はエレベーター脱出ゲームやっていこうかなと思います。うん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 って全員うんうんできるでしょ、ほら、うんうんうんって、あ、そうそうそう、うなずいといてください。マップはですね、深さスペルンキング、デプススペルンキングというゲームで、どっちかというとなんかあのダンディーズワールド、わかりますかね、一回動画で上げたことがあるんですけど、今から我々は地下施設をひたすらずっと降りていきます。1階層2階層って行けば行くだけ危険なエンティティみたいに遭遇するとみたいなゲームになってます。で、1回でさっきテストプレイやったんすよ。なんかちょっと敵がやばそう。ダンディーズワールドってハートが3つとかあったじゃん。多分だけど一発でも攻撃食らったら KO みたいな、このゲームな雰囲気だけど、フロアをクリアすることによって特殊能力がついたりするっぽいので、それをうまく駆使して全員で、最下層まで行ければいいのかなとは思っています。そう、あとめんどくさいのがチャットしても近くに寄らないとチャットが見えないっていうのが難点だね。それこそあれじゃない、ゲーム内 VC つけるとかじゃない、遠くにいてもなんとなくちっちゃく声聞こえたりとかすると思うので、まあまあ全然それ活用していただいて大丈夫っすよ。多分このマップ OK だよね。チャレンジしていきましょうか。じゃあレッツラゴーいきましょう。3秒で始まるよ。あれ、なんか一人今、ちょっと待って、あれあれ今取り残されなかった、今今誰か足りなかった気がするんですけど、一応確認してみる。1、2、3、4、5、6、7、8、練り雨、練り雨、ウェイクアップって言われてくる。練り雨起きれなかったな、よく来たねーって。練りさん行くよ。だから多分今回練り雨もやれると思う。全然練り雨ホラー系無理じゃん、全然やれると思う今回。はい、みんな入るよ。さあ、気を取り直していきましょうか。ウェイクアップですね。起きろ、起きました。簡単な説明だと、ライトつけれます、走れますと。左のゲージです。で、タスクをね、完了せんといかん。で、ライトは多分温存めに行った方がいい気がするね。あとみんなゲーム内 VC つけたい人はつけて OK ね。なんか動画の声聞こえるわ。ちょっと音上げていくか、じゃあ。はい、じゃあ行きましょう。あー、クロちゃん聞こえるよ。視聴者に聞こえるのかな？ちょっと音上げた方がいいね、ボリュームね。あ、皆さん、チョコレートとかもあるんだね。エリア内を探索して、まず15個のタスクを完了しないといけません。コードが6234だね。オッケー、これでまず1個完了したんかな、タスク。アップグレードなんちゃらかんちゃらつってるな。クロちゃん。クロちゃん、ちょっと待って、なんかやってるぞ、あいつら。なんかイケボで喋ってるやつがいる。ちょっと俺、会いに行こう。何やってんだ、あいつら。クロちゃんがつぼってたけど、おーい。クロちゃん、どうした、クロちゃん、その笑って。ナオくんがどうしたの、ナオくん。普通じゃない、ナオくん。ナオくんどうしたの、その声、あんた。え、俺いつも通りだけど。なんか声がさ、イケボに聞こえるんだけど。なんでだ。おかしい。でもこれ、なんか酔ってるかもしれんね、これ。もしかしたら。マジで？また飲んでんの？うん。可能性としてはありそうですけどね。アルビさん、違います。あと11個のタスクあるよ。あったら。ああ、はいはい。なんか行きますよ、タスク。さあ、皆さん、今回は、こういった動画班の声を聞きながらお楽しみください。ディスコードで喋ってるわけじゃないので、多分、レアちゃんが近くにいるなら、レアちゃんの声でかくなるし、遠くにいたら、遠くから、おーいって、やまびこのように聞こえるということですね。はい、ちゃんと距離感がある VC です、今回は。素晴らしい。まあ、そっちの方がさ、敵いるぞーみたいなさ、あ、向こうにいるんだってのが分かりやすいやん。って話です。じゃあ、タスクやっていきます？でも、これは、皆さん、さっき見つけたんですけど、はい、OK。大丈夫。あと3つ。さあ、最初はね、敵とかも何もいないみたいですね。頑張れ、クロちゃん。はははははは。あれ？しくっとるやん。しくったの？うん。下手が。早くして。誰が下手？頑張れ頑張れ。スピード感上手にやったら。あ？うん。ちょっと待って、丁寧にやろう。なんかさ、声がなんか、もう俺がやる俺がやる、もうクロさんどけ、もう。待って。いける？発声や。何してんの？下手くそ。できたやん。できたんだけど。よし、みんな50秒以内に戻るぞ、エレベーターに。さあ、これをね、繰り返していくゲームになってます。まあ、最初簡単だね。おい、レッツゴー。おい、レッツゴー。
いけますっすね。無理や。なにこれ。え、なんか能力追加できるんですよ。タスクシフォパワーセービングミミックレーダーだって。さあ開いた。次皆さんフロア2ですね。16のタスク。ここら辺から多分敵が出てくるんだろうな。さあ猫チキちゃん一緒に行くか。ここら辺めっちゃあるもんね。どこ行くよお前こら。はあ、やられた、終わった。あのすいません、あの死にました。やり直しですねこれ。あの課金で復活もできないこれ。ほら一発 KO なの、やばない。なので皆さんやり直しましょう。私目が死んじゃったんで皆さんもう一回入り直してください。次本番でいくよ、本番で。さあ改めて、やっていきたいかなと思います。だからみんなもうここはもう連携だよ。もう全員で VC つけて敵いる敵いるみたいな、敵いたら叫んでとりあえず、あー向こう側にいるんだなっていうのが分かるだけでも動きやすいからな。あ、うんうん、そうだな。みぞらさんも喋っていいんだからね、遠慮しないでね。あ、うんうん、そうだな。うん、喋るよ、じゃあちゃんとな。頼むぞ。俺みずはらの声一回も聞いたことないんだよね。メンバーシップで一回だけ喋ったらしい。よし、じゃあ行きましょう。またほら地形が変わってるわ。これは逃げやすそうだね。比較的入り組んでるからな、地形が。じゃあ行きましょう。で、床に落ちてるこの缶とかは拾っていった方がいいね。ブロクシーコーラとか多分スタミナ回復とかに使えるんだと思います。1234だってパスワード。4桁なんかあったよこれは。あー、わかったわかった。これ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 、オッケー。この色の通りに打たないといけないんだね。誰このため息みたいなの。なんか吐息聞こえるんだけど誰。多分私ですね。あー、クロちゃんが定期的にハーハー言ってるんだ。いや、ハーハーじゃなくて、うん、普通に喋ってるだけなんですけど。ああ、そうなんだ。そうですよね、吐息がすごいですよね。うん、吐息がすごい、ハーハー言ってる。ブラックフライデーってあるじゃないですか。あ、ブラックフライデー、うん。だからもうその時にもっと新品しようかなって。あ、新しいマイク買う予定なの、はい、あー、なるほどね。あ、みんな終わったって戻ろうじゃ。さあ最初は余裕でした。フロア2サーフェス、こっからだな。できる？どこいる？いますいますね。緑の塔、緑の方に違う。なんか敵が違う。メリアベー、敵やばいぞこれ。待ってこれ外れ部屋引いてる絶対。早すぎる敵。なんかさ対策法ありそう。普通に多分走ってるだけじゃ追いつかれるぞ。練り雨やられた。音出したらダメとかありそう。しゃがまんといかんとか。色じゃない色。あー確かに色ありそう。なんかさほら部屋の色がさいっぱいあるじゃん。だから今緑のとこ行ったら緑のとこ襲われるとかあるかもしんないね。練り雨さんはもう出番終了です。いるぞいるぞいるぞ。しかもこれ課金で復活できないんだよ、このゲームの悪いところ。レアちゃんもやられたって。みんなしゃがめばいいらしい。だからラドンいいか、あの発電機これ音出したら多分来るので、クロちゃんもやられたって。ここで多分走ったりとかして。ラドンだけやられた。ラドンだけやられた。動くなよ、やられた。動くなよ。しゃれね、猫チキ、猫チキ、猫チキ動くなってお前。手羽先みたいな話してんの。手羽先。ガチで手羽先やん。なんか直していくぞ。え、これさしゃがんでて動くのもダメなんだ多分。この感じだと多分一歩も動いちゃダメだぞ。クレイジー、レッツゴー。うん、走って思いきよくて忘れつけようと思ったけど、うん、なんか死体が喋っとるでこれ。ねえラド、お前どういう体勢でこれで喋ってんだよ。でこれで喋ってんだよ、おかしいだろ。なんでこれで喋れるんだよ、ぐちゃぐちゃなってんのによ。え、待って、シャルネーとさ、ナオくんと俺以外やられてない？これ対策できてなくてもう一回やり直しじゃない俺たち。W でスイッチ。あ、これこのなん
んか色が変わってるとこまでスペースをする。ああ、なるほどね、こういうことか。OK、やった。無理無理無理、ここに立ってたらさ、いきなりあの奥の方からさ、うん、わーとか言ってたのが、ね、今までの敵と違かったもんね、さっきの敵とね。さすがに受け殺し、うん、この体勢でした。喋ってんのおもろすぎやろ。あれ、このゲーム神ゲーかもしかして。おれやちゃん、えちゃんやられ、はい、はい、えちゃんやられちゃったね、あんたね。やられちゃった。どういう体勢だろこれ。全身が痛いよ。苦しい。シャルデー、バカがシャルデー、お前何しとんだお前。頑張ってくれ。オッケーオッケー、みんな分かった分かった。だから動いてもしゃがめばいいんだ。蹴飛ばされた。私の人いけるな。思いっくそ蹴飛ばされとるやん。頑張れ。これあとどこ、まあこれやり直すか。なおくんシャルネもあと全滅したから。で今の敵の対策は分かったね、多分この2種類ぐらいじゃない序盤は。皆さんやり直します、またあと1箇所見つけたのかお前ら。これ待ってるけど、時間制限ある。え、時間制限あんの、待っちゃ。切れたら終わり。切れたらゲームオーバーだ。頑張れ。おい頑張れ。急げ急げ、みんなあと1箇所やぞ。オッケーやった。 100%。 さあみんなこっからだよ。まず何の敵がいるかをちゃんと把握しよう。敵いたら教えて、誰か叫んで敵いたら。敵が来る前にもうちゃっちゃか終わらせちゃいましょう。さあもうこれもう時間との勝負だな。エレベーターのメーターが消えたら終わりなんでね。メタルって何使うんだろうね、なんちゃらかんちゃら。なんか作ったりできるんですかね、わかんないですけど。あーいるわ、あのちっちゃい敵、ちっちゃい敵、ちっちゃい敵はずーっと追っかけてくるから、タスク中にやられるとみんなやばいぞ、気をつけろ。常に後ろ警戒ね。逆にさっきみんながやられた敵に関してはタスク中も音襲ってこないのか、音出さなければ。これは襲ってくるタイプなんだな、そんかわり足めっちゃ遅いみたいなイメージか。気をつけろ、全員生存やぞ。ナイス、よしみんな戻れ戻れ戻れ。エレベーターどこ、こっちこっちこっち。まあ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 、ちゃんとやったらいけるわな。オッケー全員生存、ナイス、オッケー。初めての3回です。今30分やって、今初めての3回だよ。最高。次いる、待って、あの敵ってあれじゃない。いや違う、初めて見た敵だあれ。何あれ、初めてのやつだから。対策なんです。いやーまた処刑殺しやし、対策法が分からんけど今んとこ音を立てて襲ってくるタイプじゃなさそう。え、ちょっとこっち来て。え、ちょっと待って、何こっち来ちゃう。あれあれ、猫チキー、あれ働けよ猫チキー、どうした、どうした、なんか今 B モン聞こえんかった、気のせいか。おい猫、あれ水原、クロちゃんレアちゃん奥いる。で水原がやられ、水原やられた、水原やられてる。マジですか、水原ちゃんが猫チキー、猫チキーちゃん、お前ふざけてる、あなたねえ、ふざけてない。ねえお前何やってんの。制限時間もあるからさ、パッパが動かんと多分これ終わるぞ。いる、今いるいるいる。今向こうに追いやってるから今のうちちょっと多分走る分には大丈夫そう。今見てる感じエンカウントというか遭遇しないようにタスクこなした方がいいな。レアちゃん、レアちゃん追われてる、レアちゃん追われてる。うわおいすごい、ビーム撃ってくる、ビーム撃ってくる、これやばい、普通常の敵でビーム撃ってくんだこいつ。おいやばい、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 だから直線上に逃げると死ぬ。これジグザグ型に動いて逃げるとか、うまーくなんか遮蔽物とかに隠れた方が良さそうだ。てかあいつ走ってんですけど。いやだから見つかったら襲ってくるんだろうね、通常の敵っぽいね。あ待って、レアちゃんここ、おーねれべー逃げろ、おいおい圧迫先輩、圧迫先輩逃げろ、ねれべー、やられた。やばいな、めっちゃむずいじゃん。オッケー、タスクこれ全部やった。あと1箇所、ここだここだここだ、あったあったあった、俺がやる俺がやる。みんなも戻っといていいよ、エレベーター。もう俺あと俺、まだこっち来てる、こっち来てる、行く行く、いやいやいや
逃げよう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 。ほらもう3人やられてる。まだやっとんのか。大丈夫？あ、なんかピットストップシラスかサプライドロップだって。シラス、英語読めんからシラスにした。え、ここってさ、あれじゃん、音出すやつ。あ、あ、いやでも敵、え、え、待って、敵違くない？これ違う、絶対違うやつだ。敵違った、やばい、敵違って。何の敵？ビームのやつ？同じやつ？よし、行こうみんな。まあ、同じやつなら対策は楽。あれ、なんでいんの、ネリアメ。みんな、ネリアメいるぞ。死んだはずの死体で普通にいるんだけど。フィジカルも強いから気をつけてや。フィジカル、え、足が速いってこと？いや、あの近距離でも殺されるあれ。あ、そうなんだ。こっち来てない助けやるみんな激焦りしとったな。さあ多分ね、一人やられちゃったね。多分ね、クロラドン側には今いない。多分向こう側にいる。レアちゃんも多分ここら辺安全だと思うから、こっち多分正面ぐるって回るのが一番安泰か。あれ、練りやめ、練り、なぜか死んだその練りやめがいる。いる。今練りやめ近く、練りやめの死体近くにいる。よし、巻いた。これ巻いたわ。これあれじゃん、パスワードわからんと無理なんじゃないの。メモライズ覚えろ。こうか。オッケー。これやった？これやってないね。怖えー、マジでこのゲーム。あと2箇所。あ、奥じゃ、奥だ、こっち側だ。チャルネ、そこやれる？そこで1箇所で、ま、撃たれなかった、大丈夫今。やばいです。あ、クロちゃんが追われてる。ここだ、ラストここ、俺やるわ。ちょ、見といて。ちょ、待って、スタミナねえよ。待って、来てるよ、リーチオさん来てる。どうも。これめんどいなぁ。やばい。ダオくんも死んでんじゃん。え、誰が残ったの？あと1箇所の場所分かってる。ちょ、敵をおびき寄せといて、俺ができる。タスク俺がするから、な、ちょっと敵をおびき寄せといてほしい。ごめん、俺スタミナねえ。ごめん、俺スタミナがねえわ。ごめん、死んだ、スタミナがねえ俺。やばいなこれ、むず。残ったらあと4人だって。まだこれフロア3か4でしょ。で、これよし、できた。いいよ、出ていいよ。さすがに何の敵が出てくるのかちょっと確認する必要があるんで、このまま感染でいきましょう。ナイス。めっちゃ減ったじゃん。フロア5で4人しか残ってないぞ。お、ショップじゃん。あ、ショップ？ラッキーじゃん。さあ、ショップらしいですね。あ、どうも。多分ここでいろいろ購入したりできるみたいですね。ちょっと待って、リーチはいるんだけど。あ、そうだよ。リーチはいるんだ。死んでる俺。で、ちなみにダンディーズワールドは海外 YouTuber がフロア100ぐらいまでいけてるんですよ。で、それ見たらもうフロア100とかになってくると敵6、7体ぐらいが同時に襲いかかってくるみたいな感じになります。57ですって。多分これもこうなりそう。全員がまとめて襲いかかってくるんだろうな。はい、で、クロちゃん。え、待って、なんか、なんかさ、俺が襲いかかってない？え、クロちゃんどういうこと？そういう、なんだろう、擬態スライド PC とかじゃない？乗り移られたってこと？俺、体を。レアちゃん、気をつけてね。多分いるぞ、理事長が。くそ、これ、味方も疑わない。いるぞ、今、いたぞ。だこっからは、だから、あれだよ、誰が誰かをちゃんと覚えとか、生存者覚えとかとね。だこれ、10人生き残ってる場合、めんどくさいね。どれが本物か偽物か分からんもんな。よし、行くぜ。さあ、ここも順調そう。そう、俺いるね。なんか喋ってるわ、なんかチャットで喋ろうとしてる、なんか。ナイス。おー、ナイス。じゃあ一旦ここまでにしときましょうか。フロア8、なんかフロア7までいけたってことですね。だから次でもう一回12にチャレンジして、ラストフロア10、目標フロア10で皆さんでもう一回攻略していきましょうか。はい、じゃあ動画入り直して、フロア5ぐらいまでは、てかもうあれだな、フロア10まで全員生存目標だな。誰も死ぬなよ。
です。え？何レアちゃん？敵いる？いや、なんでもないです。な、何？助けてって意味わからんねんけど。ナノンがなんか、はい、わーって言ってきて。いじめるな。怖くて泣いちゃうね。ねえラドくん、あなた20歳、レアちゃんまだ13歳。12歳か、レアちゃん。14です。あ、ごめんなさい、14歳。最年少。うん、そうだね、ラド君20歳で高校1年生だね。確かにね。まあまあまあ、そんな離れてない。うん、言うて、学年からすると2個ぐらいだな。さあ、こっからだな。こっから、死人が出るぞ。まず、何の敵かをまず把握せんといかんわ。なるべくあとスタミナ温存。あー、これは音立てちゃいけないやつ。だから全員もうしゃがんどけ、ずっと。いるよ。ほら。あの、すいません。そこいるよーって言ってたネリさんやられませんでした今。大丈夫っすか？ネリさん、そこいるよーとか言って余裕ぶっかましてた人知りましたよ。おい、誰いて。ネリさん、あなた何やってんの？ねえ、パク先輩、何してんすか？パク先輩やられた。歩くのも大丈夫そう、雰囲気。確認したけど、ほら歩いてもバレなさそう。死んでった？え、リツさん、ただあの俺が向いてる方向に一個ある。オッケー。けどわからん。色のやつ。オッケー。あ、あるね。色のやつがあるけど色わからんくない？どっかに多分パスワードみたいなのが。そう、一二三四のやつ。あ、ラドンがわかるらしい。みんなもう戻っといていいよ。みんなこう油断すな、走ると見つかるぞ。あー、みんな見て。3人やられた。猫チキレア練りやめ脱落。ほら、猫チキの死体が浮かんできた。悲しいね。なんかセクシーポーズみたいな、なんかモデルみたいな。うん、モデルみたいなポーズしてた猫チキ。なんちゅう顔やっていうね。え、ちなみにあれらしい、シャルロットはドアに挟まれて死んだらしい。次レーザーだって。カサクいるよ。よし、みなさんやっていきましょうか。パスワードは5275。今カサ君がチェイスしてる。やばいなーこれ。怖えなー。フロア10まで行けるからなー。でもぶっちゃけリリチを死んだら終わりなのはあるんだよなー。今エレベーター近くいるよ。パスワードやったよ。ナイス。オッケー。あれ5人になって、また2人減ったわー。俺、水原、クロちゃん、ナオくん誰だ、あと1人。ラドンか。また減った。さあ、なったんで、どれがいいかな。まあなんか適当にもらいますわ。そうだね、やっぱ人数に応じて。あー、助けてー。知らないよそんなの。ミミックレーダー反応しとらんて。ねえ、こんなん初見殺しやん。油断すんな、追われてるよ今。まあ、なんかレーザー聞こえたよ。レーザー来てる。だからその状態でこっちに。あ、オッケーオッケー。え、1人やられた。もしかしてクロちゃん3人になってんの？3人になってる。あー、ナオくんが多分やられてるわ。ラドンが来てるから。いつの間にかナオくん死んだんだ。よし、ナイス。フラファイブ。うわ、もう怖い。死んでるわ。死んでる。弱ー。あおんな。残ったの2人ですね。むずいね、やっぱ難易度激上がり。はい、フロア9。さあ、目標の10まであと2つです。よし、追われてる。しゃがんだほうがいい、クロちゃん。危ねえな今。さあ、問題は残り時間内に行けるか。動けるんじゃね、クロちゃん。どうだろう、だいぶ離れてる。でもいないよ。見つからないようにお前間に合わせろ。いけるいける。やばい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 よ、クロちゃん。冷静だな。こういう時冷静なんだな。はい、ナイス。よし、次ラストでいこう。フロア10。ほら、フロア10変わったって。はい、今まではサーフェイスだったのにこれ変わったぞ。なんて読むかわかんねえけど。さあ、頑張れ。明らかに今までとは違うはずだよ。でも今までのモードと一緒そう。サーフェスから文字変わってたからさ、難
難しいのかと思いきやいつも通りそうだね。このラノンどっち？偽物だと思う。違う、偽物だ。うん、あ、来た。ラノン逃げろ。ラノンじゃない、クルちゃん逃げろ。大丈夫、いけるいけるいける、クロちゃんがいけるか。クロちゃん後ろ、あぶねえ。さあこれはいけたかな。あー、ナイスー。2人ならやっぱいけるって感じだね。ほらフロア10からまたガラって変わるみたいだね。フロア10までがサーフェスで、11からまたあの変わっていくということでした。クロちゃんこうやったじゃん。クロちゃんあんま嬉しくなさそうなんだけど。次回はあれだね、クロちゃんフロア 100？ あ、やりたいということなんで、クロちゃんのフロア100が見たい人はですね、コメントでいっぱい書いていただけると嬉しいです。はい、ということで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。